狼男獣人は、伝承やフィクションに登場する、人型と他の動物の外見を合わせ持つ人物を指す。古くは、民間伝承に現れ、神話学や人類学で論じられた。さらに現在では、これらに加えて、小説、映画、ゲーム、漫画、アニメ作品に登場し、サブカルチャーにおいて、特殊な地位を得ている。英語ではズリアンサロップあるいは、 セリアンサラッピーと呼ぶが、これはギリシャ語のセリオンとアンサラポスから来ている。民間伝承、神話学、人類学において、獣人とは人間と他の動物の特徴を合わせ持つ人物を指す。その最もよく知られているのが人狼である。正確な意味でのライキャンサラッピーは人狼のみを指すにも、かかわらず、他の動物へ姿が変わる事例にもしばしば使われる。 人々が動物の姿に変わったり、超自然的に他の動物の特徴を所有することを信じる人々はよく人道症と呼ばれる。この分類は精神病の一つの形だが、多くの文化人類学者がこれは、シャーマン文化の強い信仰の例であると指摘している。信仰が通常の生活に支障が出ない限り、社会的な特色から姿を変えられると言っている。者たちは病気ではないと。 精神医学の専門家は考えている。これは見知らぬ他の文化と精神病の境目は不明瞭であり、議論の的となっている。ただ、信託を告げる際に一時的に人格が変わったように見えるシャーマンは恐れられもしたが、新生死されることもあり、原始社会においては重要な役割を果たしていることも少なくなかった。この傾向は、 時代と共に廃れ適応の際逸脱とみなされるようになっていく。二分神なども参照のこと。戦死時代において現存する例としては、ドイツ・シュターデル洞窟から発見された3万2000年前の彫刻、ライオ人間があり、この頃より人類が架空の存在をイメージしていたことが確認される。 インドネシアスラウェシ島の44000年前の洞窟狩猟壁画に人に朽ばし島などを持った獣人が描かれたと見られる絵が確認されさらに遡る可能性が出てきている動物と人間の混ざったイメージは世界各地で見られアニミズムの延長などで信仰の対象となっていたと考えられているチャタルヒュユク遺跡などの壁画には 獣の特徴を持った人間が描かれることがあり、自然の力を借りようとした何らかの儀式に基づくものと推測されている。日本の例としては、古事記に大和国の先住民の描写として、光る意から現れた生お人の記述がある。キリスト教圏でも、初期には土俗信仰とキリスト教が共存して、そのような偶像が崇拝されていた地域があったが、 中世以降魔女狩りと同様に獣人は、反キリスト悪魔の取る姿と位置づけられるようになり、人狼狩りや人狼裁判なるものがたびたび行われた。実際には人狼であるとされた人々は、幕閣金に感染したライ麦を食べて幻覚や精神作乱を起こしたものであると考えられている。また、キリスト教圏以外の地域でも、 動物などの精霊が憑依して獣化する獣付きの伝承が世界各地に存在しており、インドや中国では、トラズキ、中南米では、ジャガー人間、また、日本におけるキツネツキなどそのバリエーションは世界中に分布する。ケムクジャラで直立に足歩行をする馬を総称して、獣人ということがある。ビッグフット、雪男、野人、ヒバゴンなど、 この意味で獣人の語を用いるのは、1955年の映画、獣人雪男などで見られるが、1970年代以降、水曜スペシャルの川口博士探検隊シリーズによって広く知られるようになった。獣人と読む場合、外見がより人に近いことが多い。サラシナイサオ 絶滅の人類史 NHK 出版新書2018年 ISBN 978から4から14から088541から3、P25。ただし、古事記には、詳細な説明や絵がないため様々に解釈されている。柏原考古学研究所2001、P109。ありがとうございます。